岡山駅。岡山駅は、岡山県岡山市北区駅元町にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本の駅。近接する、岡山電気軌道の岡山駅前停留場についても、ここで述べる。岡山県の県庁所在地、岡山市の中心駅であり、営業キロは、東京駅から 732.9km、新大阪駅から 180.3km である。 東海道、山陽新幹線の全営業列車が停車し、新幹線と四国及び山陰との連絡口として、各方面への特急列車が発着するターミナル駅である。新幹線及び在来線七方面、福山、小野道方面、和脇、上郡、あい方面、以上山陽本線、新見、米子、松江、出雲市方面、白尾線、小島、宇野、 四国方面、瀬戸大橋線、宇野線、津山、鳥取方面、津山線、総社方面、木部線、西大寺、小佐船、万州赤穂方面、赤穂線と市内車二方面、東山方面、清照橋方面が集まる中四国地方最大の鉄道の要衝となっている。JR 西日本の岡山駅には、山陽新幹線と以下に挙げる在来線各線が乗り入れている。 また、以下の2路線は正式な線路名称上は当駅に乗り入れていないが、運行上は当駅が、木、終点となっている。岡山側の正式な木、終点駅を通る列車のうち、阿光線全便と白尾線の下り始発、上り始発以外の便が、山陽本線へ乗り入れている。岡山電気軌道の停留場に発着する路線は、東山線のほか、 柳川電停を正式な起点とする清てる京線の電車も乗り入れている。1891年、明治24年に関西県からの鉄道の延伸の形で、当時の私鉄である山陽鉄道の駅として開業した。この駅に隣接する形で中国鉄道の路線も付設され、やがて鉄道国有化の後には、岡山駅から放射状に伸びる路線網が整備されることになる。 山陽新幹線の岡山開業の際に、基本的には、現状の駅構造となり、在来線との接続駅として、九州をはじめ、各方面への急が多数発着しに祝いを見せた。新幹線が、鹿児島中央駅まで開業した現在では、在来線の需要は、山陰や四国への特急列車が中心となっている。また、時代による駅の機能の変化とともに以前は日本で、 唯一、最後まで赤棒の町中ている駅であると言われていたが、校内改良工事着工と同じ2006年、平成18年に廃止された。そして、京城駅舎完成と同時に、ホームの形状も大きく変わり、立ち食い蕎麦屋などの施設は、瀬戸大橋線ホームを除き閉店していった。2018年現在は、瀬戸大橋線ホームの立ち食いそば屋も閉店し、跡地に、 自動販売機が設置されている。新幹線が、島式2面4線の3階の高架ホーム、在来線が4面10線の地平ホームを持つ。なお、2004年、平成16年から行われた、校内改修により西口側にあった、津山線、木尾線の16.17番乗り場は、西口上各張のため撤去されるなど、ホームの形状と乗り場が、大幅に変更されている。 駅舎は新幹線口が表口になっている数少ない駅の一つ。2006年、平成18年10月に強情化され、新幹線連絡も含め主だった機能は2階に設置されている。また、東西連絡道路ができたことにより、西口駅舎が廃止、改札口も一部を除きに階と地下に集約された。かつてあった高架下の長いコンコースも多くが、 商業施設になっている。事務官コードは61万623を使用している。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、山陽本線の北長瀬駅、庭瀬駅、宇野線の大本駅ビ中美ュ三ノ島駅間各駅、木尾線の備前三門駅ビ中高松駅間各駅、津山線の福渡駅、宝海駅間各駅を管轄している。 以前は、北長瀬駅、庭瀬駅は、倉敷駅、中小駅、地区駅管理、木備線各駅は、備中鉄道部、廃止後は、新見駅、管理駅、総社駅、地区駅、管理だったが、行政区域と原則一致させる方針から、変更された。東海道、山陽新幹線をまたいで運行される、東海旅客鉄道、 JR 東海所有の 700K 新編成は2018年現在、山陽新幹線での運用は、臨時、のぞみでの運用になっており、山陽新幹線のみで運行される、西日本旅客鉄道、JR 西日本所有の B 編成は定期、光1往復のみである。当駅をまたがって運転する普通列車はすべて、当たり駅で、列車番号が変わる。2010年、 平成22年3月13日現在、上記の路線名は、旅客案内上の故障、瀬戸大橋線、宇野港線、桃太郎線は、愛称で表記している。営業列車での設定はないが、3番乗り場からは、倉敷方面、津山方面への発車も可能。5.8番乗り場からは、山陽本線両方向への発車も可能で、当駅改修工事中に5番乗り場から、 山陽本線、阿光線の低営業列車が発車していた。8番乗り場は津山方面への発車も可能。9.10番乗り場は津山方面、総社方面の両方向の発着に対応している。カッコ内は1993年3月大夜改正までの乗り場番号。このホームでの運用では以下に示す3点が問題とされた。これらの課題解決び、 岡山市による駅西口の開発スペース年出を行うため2004年3月14日から改良工事が開始された2005年1月23日には19年ぶりに5番乗り場が復活し6.7番乗り場が使用停止となったその後順々にホーム使用停止整備完了による使用再開を繰り返し2面4線のホームでさばいていた山陽本線 白尾線下り列車のホームを一面二線に統合した。これによって捻出されたホームは、山陽本線、赤黄線上り用に転用することで、平面交差を解消した。瀬戸大橋線、宇野線用ホーム関しては、ホームのない改層用線路を利用して一面増設による一面四線が行われた。2007年11月の津山線、木尾線ホームの移転をもって、 ホーム改良工事は完了した。旧津山線、木々線ホーム跡地には、ロータリーやバス停などの整備が行われた。このホーム数削減に合わせて、エレベーターの設置及び、京上駅舎新設工事が行われた。2008年3月15日以降、ホーム番線番号が変更され、1から10番乗り場と改められた。2005年、平成17年10月1日に、 北長瀬駅が2008年平成20年3月15日に西川原駅が開業したため山陽本線の駅は両隣駅が JR 発足後に開業した駅となった在来線ホームには入線メロディが存在するメロディにはアナウンスが被り CTC 導入後はアナウンスが終わるとメロディも途中でフェードアウトし導入前は最後まで鳴っていた そこから列車が停車するまで、JR 西日本の標準メロディが流れ続ける。2階1階1階外側ホテルグランビア方面地下。旧西口駅舎は2007年11月18日以降閉鎖され、京城駅舎2階の中央改札口に統合された。旧西口駅舎と旧津山線、木々線ホーム跡地には、岡山市によって西口交通広場が整備され、 2010年4月28日に、竣工し、同年5月10日に開業した。1階にバスターミナルと一般車乗降場、2階にタクシー乗降場が設けられている。岡山電気軌動東山線、清照共線の岡山駅前停留場は、駅東口から東方向、岡山城方面へ伸びる桃太郎大通りの、起点付近の道路中央にいまし、 島式ホーム一面二線の形式をとるが、駅、西寄りに乗車専用ホーム、東寄りには校舎専用ホームを設置している。東西連絡通路方面など地上から利用の場合や、車椅子での利用の場合は、駅前横断歩道を経由して、また地下改札方面からの利用の場合は、地下道、地下街、岡山一番街を、経由を経由して停留場へ向かう。駅番号は、 東山線が H01、清る橋線が S01、JR 岡山駅から岡山駅前停留所までの距離は約180メートルあり、乗り換えに時間がかかることがネックとなっている。そのため、高架化や地下化も含めた岡山駅前、東口広場への乗り入れ案が、検討さ、2015年11月、岡山市は既存の駅前電停から、 駅前広場内まで軌道を伸ばす平面乗り入れ方式に絞ったことを明らかにした。主に、三好屋本店、他に、三原駅でも駅弁を販売する浜吉などが製造、販売している。主な駅弁は、下記の通り。JR の駅の中では八大都市圏の駅、札幌駅、仙台駅、大宮駅、浦和駅、東京駅、新宿駅、池袋駅、渋谷駅、 品川駅、上野駅、北千住駅、川崎駅、横浜駅、静岡駅、名古屋駅、京都駅、大阪駅、広島駅、博多駅などの周辺を除くと1位である。JR 西日本の駅では9位。中国、四国地方では広島駅に次いで2番目に多い。岡山駅東口のバスターミナルには一般路線バスだけで7事業者が発着する。 当ターミナルは1972年の新幹線、岡山開業に合わせて整備されたものが限定である。開業時の各社の停車場所をめぐり意見は対立。両備え、家電の両社は、岡山ターミナルホテルの南に、独自の郊外バスターミナルを構え、中鉄、宇野も乗り入れないという変則的な開業であった。 その後これら各社は乗り入れを開始したが、駅の改札口から遠い乗り場に配置されている。1996年に再整備されて、現在の形となった。2010年5月に、岡山駅、西口バスターミナルが完成し、完成前は、東口バスターミナルから発着していた、定期観光バス、岡山空港リムジンバスや東口周辺に、バス乗り場が分散している。 定期間公バス、高バス乗り場は、同年6月1日、岡山空港リムジンバス乗り場は、同年7月1日にそれぞれ、西口バスターミナルへ移転した。2013年4月22日より、岡山駅、東口バスターミナルの再編整備に伴いし、役所方面、日赤病院方面が統一された。さらに2016年4月28日より、岡山駅、 東口バスターミナルの再編整備に伴い、県庁方面、法会院方面、再生会方面に乗り場が統一された。新幹線改札前と在来線中央改札前、東口広場のバス総合案内所前の3カ所には、岡山駅デジタルサイネージ、駅バス時刻表が設置された。これは、岡山駅東口と西口のバス乗り場から発車する。 各社路線バスの発車時刻、乗り場番号等の情報を、行き先、系統、運行会社別に最速のものを一本ずつ、現在時刻から発車時刻順に表示する案内装置である。乗り入れるバス会社。2010年5月に西口交通広場1階に完成したバスターミナルで、校内は島式のバスターミナルとなっており、バスはバスターミナル南西側に進入口が、 北東側に対室口があり、構内は半時計回りの一方通行で走行する。バスターミナル北東側から時計回りに東側に21から23番、西側に24から26番、北側に27番の各乗り場があり、27番乗り場北側に27番乗り場と並行する形で、光バス及び高速バス続行便乗降用乗り場の28.29番乗り場が、 ある。21から23番乗り場東側には、路線バス、高速バスの折り返し待機、時間調整用のバスプール3台分が設置されている。バスターミナル中央部には、岡山駅、西口バスセンターの建物があり、建物内には、待合室、4時22時20分と、バス会社別の乗車券発券カウンター、両村内バス3ブース、中国 JR バス。 下水電鉄、岡山電気軌動各1ブース、高速バスリムジンバス乗車券自動券売機、両備バス、両備え高速バス予約システム用、下水電鉄、発車オライネット用、山空港リムジンバス用、エディ対応各1台、トイレ、男性用、女性用、車椅子、オストメイト対応トイレがある。乗り入れる、バス会社、岡山駅前の桃太郎大通り沿いにあるが、 道の北側と南側に分かれているので利用の場合は注意した方が良い。道の北側アイカートネコット、旧ドレミの町前に、駅前側から1番から順に7番、反対側の中国銀行岡山駅前支店前に、駅前側から8番と9番、7番のリ場の東側、旧岡山高速バスセンター跡付近に102番と、10から1番、ワシントンホテル前に11番がある。 なお、1番から6番と8番、9番、10から1番、10から2番は、岡山駅前、7番と11番は、西川緑道公園前と、名称が異なる。また、1番から11番までは、屋根付、け、特にうのバス用の6番は、空調設備譜の待合所がある。ただし、ワシントンホテル前の丘電バス、岡山駅経由のバス用バス停と、 中国銀行岡山駅前支店前の岡電バス、新岡山港、サントグロ南、岡山ふれあいセンター方面からの便、両備えバス用バス停のみ屋根がない。うのバスのバス停のみバスの近接表示の電光掲示板が設置してあり、バスが接近すると自動音声案内が流れる。2010年6月1日より県外行き高速バスは、 全便岡山駅西口前広場に新設された高速バス専用バス停を発着するようになり、この場所にあったバス停は乗り場番号が10番から10から1番、10から2番に改められて一般路線用の乗り場となった。乗り入れるバス会社岡山駅前の市役所筋沿いにあるが、道の東側 JR 岡山駅第一 n k ビル前のみにあるので、 利用の場合は注意した方が良い。屋根付けの待合所がある、東バス停に発着する、宇野バス、美北バスは、岡山駅、東口バスターミナルに乗り入れない。乗り入れる、バス会社、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。